お疲れ様です。ラフチャンネルのアニマです。今日の動画はですね、西アフリカトカゲモドキのね、動画になります。で、何の動画かというと、今日の動画非常にね短い動画にはなるとは思うんですけど、西アフちゃんのね色の変化がめちゃくちゃすごいんですよ。で、僕もね正直いつしか、何だったかな、アウジタトカゲのね、動画でも朝見たら色が全く違ってて別の種類かと思ったっていうような、なんかそんな感じの動画確か以前あげた気がするんですけど、もうほんとね、まさにそれに近しい現象が起きていて、蓋開けた瞬間ね、誰お前みたいな思っちゃったぐらい色がね変わってたんですよ。まあそちらのね、内容をね皆さんにねお見せしたいなと思って今回動画をね作ってます。またね、最後におまけ動画の方もね作成しておりますので、よかったら最後まで見てください。それでは本日の動画早速いっていきましょう。どうぞ。いやー、ほんとね、皆さん見てください。この子誰だかわかりますか？チョコビですよ、チョコビ。この今左上に載せてるね、この子、以前エンターザドラゴンズさんのところでお迎えしたノーマルタイプワイルド個体のニシアフリカトカゲモドキ。こんな色変わるもんなんですね、ニシアフって。すごくないですか？上に写してる画像の時もね、下はキッチンペーパーで白のはずなんですけど、キッチンペーパーとキッチンペーパーの間に挟まって寝ると、ここまでね、白くなると。もうなんか名前、チョコビにしてたんですけど、なんか全然チョコ感がないというか、なんだろう、カフェラテ？モカ？なんか、白要素が強すぎて、全然なんかね、違う。西アフになっちゃってますよね。いや、ほんとこれには驚きましたね。まあ、これはね、これでめちゃくちゃおしゃれな、なんて言うんだろう、カラーリングで、もうなんならこのまんまでもいいよって言いたいぐらいの色合いなんですけど、可愛くないですか？やっぱ西アフってね、レオパに比べたら、なんて言うのかな、より色の変わりというか、体色の変化がね、床材、土壌材によってだいぶ変わるというふうには聞いてるんですけど、ここまで変わるとは正直思ってなかったんで、めちゃくちゃね面白いなと思って、ぜひね見たことないというか知らないね、視聴者の皆さんにもねお見せしたいなと思って今回はね動画を作らせてもらいました。いやー、でもね、西アフはほんといいですよ。めちゃくちゃ可愛い。なんかやっぱり動きがね、めちゃくちゃおっとりしてるところがね、もう見ているだけで癒されるというか、可愛いですね。11月はいっぱいね、爬虫類系イベントがあるので、きっとね、西アフを迎えする機会がある人もいるんじゃないのかなと思います。まあ、こんな感じで西アフの動画を今後も上げていくので、気になる方はねチャンネル登録して待っていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。